在サンクトペテルブルク日本国総領事館は、ロシアのサンクトペテルブルクに設置されている日本の総領事館である。サンクトペテルブルク中央区、モイカ川沿岸29番地に位置する。在ンカレジ日本国総領事館が、格下げにより総領事館としての地位を失って、以来、世界で最も北に位置する日本の総領事館となっている。建物は1 8 5一年に、 アレクセイ・ロバのフロストフスキーのために建てられたものであり、1868年と1875年には、復元工事と拡張工事が施された。ザイレニングラード日本国総領事館の開設は、国会での審議を通過した議案に従い、日本の内閣によって採択された。採択は1971年3月30日、発行は4月1日であった。 これは総領事館解説に関する日ソ間の合意のうちの一つであり、並行して在大阪ソビエト連邦総領事館、在札幌ソビエト連邦総領事館、在那穂とか日本国総領事館の解説も合意された。サンクトペテルブルク及びレニングラード州を管轄。ありがとうございます。